こんにちは、台湾観光親善大使目指すマンです。現在海の近くの U バイクステーションにおりまして、ここからミンシャンビーというところに行きます。少しズームアウトするとこんな感じでして、北端ではありませんが北端っぽいところに行こうとしております。早速ですがミンシャンビーに向かって行きましょうかね。了解。ミンシャンビーで何か見たいものとかあるんですか？実は特に何か見たいものがあるわけではなくて、地形的に惹かれるところがあってミンシャンビーに行きたいなと思いました。先端とか端っこって引きつける何かがありますからね。そうなんです。あと台湾の北の海岸は綺麗なので景色もいいだろうというのもありますね。なるほど。出っ張りの入り口ぐらいの場所に来ました。西側の道は通行止めになってました。ぐるっと一周する予定だったんですができなさそうなので、先端まで行ったら折り返して戻ってくることにします。了解。出っ張り部分は岩が結構多い地形です。すぐ横には綺麗な砂浜が広がっているんですが、一気に景色が変わりました。ほぼ先端まで来ました。道とは言えないような道が続いていて、頑張ればもうちょっと進めそうではあるのですが、蜂などがいてなんとなく危険を感じたのでここで折り返します。ところでもう台店に帰ろうとしてます？まだ帰らないです。南に漁港があるのでそこに寄っていきます。漁港に来ました。シンプルで小さめの漁港ですね。ざーっと見学していきます。旅行を見学し終えました。行きたいと思っていた場所には行けたので、今日はもうこれで帰ろうと思っております。地図の場所にバス停があるので、そこまで歩きます。最初の方でも軽く触れたんですが、台湾の北の海岸は本当に綺麗です。確かに。バス停に到着しました。今日は3時からスタートして、最初は山の方に入っていって後半は海を堪能しました。地図で見ると結構広い範囲を移動したなと思います。お疲れ様でした。といったところでこの動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。